山陽新聞デジタルの AI アナウンサー、瀬戸内愛です。瀬戸内国際芸術祭の魅力を島ごとに紹介します。今回は岡山市の犬島です。定期船で10分ほどの瀬戸内海国立公園内に位置する市内唯一の有人島です。集落に現代アートを溶け込ませる家プロジェクトにブラジルの美術家ベアトリス・ミラーゼスさんの新作イエローフラワードリームがお目見えしました。島の自然や人々の暮らしの生命感をエネルギーあふれる色で仮想風景として表現したとしています。夏会期の新作は美術家神田正則さんが手掛けた無題シーテの花切り花をイメージした直径1メートルほどの木彫りはクスノキを組み上げ日本画の顔料で着色しています。美術家浅井祐介さんによる一職人の家跡の太古の声を聞くように昨日の声を聞くは石の産地として栄えた島の記憶を地面に描いています。